ジュニオール・モライスこと悪い意志を喋すヒベロ・モライス・ジュニオールは、ウクライナのサッカー選手。ブラジル・サンパウロ州サントス出身。ウクライナ代表。ポジションは FW。2011年、クスカ・ソフィア時代4歳でサッカーをはじめ18歳の時に、サントス FC でトップチームに昇格。2007年のカンピオナートッパウリスタでは、最終戦の AD。 3回ターンの戦で得点を挙げ、タイトル獲得に貢献したが、この試合がサントスでの最後の試合となり、その後は AA ポンチプレッタや EC サントアンドレに所属した。2010年にリーガー I の AF グロリア・ビストリ・ツァニー席、17試合で10得点のデビューを飾った。翌2010から11シーズンも15得点を獲得し、 同シーズン半ばの2011年2月12日に125万ユーロで、ウクライナプレミアリーグの FC メタルルフドネツィクへの移籍が発表された。しかしメタルルフドネツィクでは1試合も出場しなかった。同年夏にブルガリアプロサッカーリーグの PFC、クスカソフィアに加入。9月12日に行われた PFC ローコモティフ、プロブティフ戦で初出場し、 pk を決めて初得点も決めた。翌2012年5月19日には、ハットトリックを達成し、イヴァンストヤノフと共に、同シーズンの得点王に輝いた。2012年7月18日に200万ユーロと、される、遺跡金で再びメタルルフドネツィクに加入。2015年夏までの契約を満了し、リーグでは63試合に出場した。2015年5月22日に、 FC ディナモキエフと3年契約を締結、移籍金はかかっていない。ウクライナスーパーカップで移籍後初出場したものの、10人で、迎えた後半ロスタイム2に失点を喫して0から2の敗北というデビュー戦となった。しかし彼自身は、クロスバー直撃のシュートをはじめとした多くのチャンスを作ったことで、試合の中で最優秀選手ともされた。 遺跡後初得点は7月25日に行われた、ウクライナプレミアリーグの FC オリンピックドネツィク戦の61分で、この試合のディナモキエフは、最終的に9人になったものの彼の活躍もありにから、例で勝利した。9月16日に行われた FC ポルト戦で、UEFA チャンピオンズリーグ初出場を果たし、同月29日のマッカビテルアビブ FC 戦で、 同体開発特典を記録した。2017年には中国サッカースーパーリーグの天津県県にレンタル移籍をした。2018年に FC シャフタールドネツクに移籍した。彼はブラジル人であるがウクライナに長く在籍しているため、ウクライナ代表からの打診があれば国籍を取得しこれを受け入れることをほのめかしている。2019年3月5日、ウクライナのメディアは モラエスが、ウクライナの市民権を申請していることを報道した。その後、ウクライナの市民権を得て、2019年3月22日のポルトガル戦において、ウクライナ代表デビューを果たした。スポーツ一家に生まれた。父も元サッカー選手で、CR フラメンゴやサントスに所属した。母は、サンパウロ州王者の元テニス選手。兄のブルーノ・モラエスもサッカー選手。 また、女兄弟もおり、サッカーを知っていたが怪我のため引退している。ありがとうございます。